初期配置はね、初期配置こうかな。これはこんな感じですよ。こうですね。正確なルールを。はい、勝ち方。なんだっけこれ。確かね、まあこれが王様なんですよ。うん、これを取るかですね。はい、このライオンをここに相手のこの最先端に入れば勝ち。王様がここに来るか、ここに来るか、もしくは相手の王様を取るか、まあ勝利条件と。でまあ進める方向が書いてあります。ちなみにこいつはね、奥まで行くと鶏になります。金になりますね。でまあ相手の取った駒はもうなんか二歩とか関係なしにポンって置けるんで、なるほど、まあそれだけです。あとはもう勝利です。でもこれってあれやね、じゃんけんで勝った方がいきなりまあでもこうなると難しいんじゃない。なるほど、やってみますか。はい、やってみましょう。最初はグー、じゃんけんほい、はいこでしょ、はいこでしょ、はいこでしょ。違いますね。違いますね。どうぞ。なんか俺最初ってこうじゃない、なんかそう思っちゃうんだよね。そうなんだね。いやこれ多分あんまり買わないすぎちゃダメなんだな。うん、そうなるよな。俺もこうなんだよね。どうしようかな。強くねこれ。これもうえぐいよこれ。くじったなぁ。戻るか。なるほど。ああ、なるほど。難しいね、これ。強くない、これ。なるほどね。強くない。これがここに来ても勝ちだからね。そっか、やばい、これ押されてるわね。うん、俺押してる、多分。あれ。マジっすか。やば。また同じことが起きてるね。じゃあそうなると、そうか、うわ、むずいね、これもうあれだよね、もうかなりそろそろ取りつ取られつの応酬が始まるような気がする。これやば、ここも逃がしたくないし、まあこう待って、今王手だよ。そうだね、王手。こうするしかないのかな。なるほどな。ちなみにこのピヨピヨはどこに置いていいの？どこにでも置ける。ドンって感じだよ。転がることもできると。これが一番ここまで来るとこうなるんだね。うん、ただ直接置いてはならないんだよね。多分。ちょっと待って、その辺ルール。こうするよね。うん、しないと負けだもんね。そうなるよね。うん、さあ難しいぞ。さあどうだ。これあ、そういう発想あったか。うん。なかなか白熱してるんじゃないですか。うん、そっちひよこもってんの。ああ、そういう一手があったか。いや待ってよ、でもこれさ。こうじゃない？大丈夫だよね。これ勝ったんじゃないかな。でそうなると俺これでこっちに到達したんだ。ああそっかそっか。そうそうそう。あそっか取られたらじゃないんだ。こっちでもダメなんだ。そうこっちに到達しても勝ち。そっか負けだ。ああなるほど。なかなか白熱しますね。いやシンプルだねこれね。そうすごいねこれね、うん、女性の棋士の方が作ってたそうですよ。多分あれじゃないのこれもう将棋の一番こう盛り上がるところをギュッとギュッと入れてたのね、うん、すごいよね、うん、なるほどね。そうだねすごい。これも結構なヒット作なんですよ、うんこうかな。まあどちらも鏡写しにしてもう将棋がさ全然わからないからさ、うん、でもなんかすげえ将棋やった気分になるよね。なるね、うん、ちょっともう一回やろうか。どっち先行だったっけ。さっきそっちからだっけ。そうだねそうだ。じゃあ俺から行くよ。でも俺こうなんだよな。あでもやっぱそうなる。そうなっちゃうよね。将棋って結構その鏡写しにするのがこう、うん、ただこれは、うん、また先攻後攻だとだいぶ変わってくる、ね、変わるよこれ気持ちが、うんうん、なんかやっとくかそうなるよね、うん、でさっきこうしたんだよね、うん、違う手ってあるのかな。ただこれこう来ちゃうと結構困る。いやでもそうだよな。そうなるよな。うん無難だとこう考えちゃうんだよな俺も、うん、ただ、うん、そう思うのが、うん、やっぱこの陣地までに行ったら勝ちっていうのを考えると、うんうん、センターラインをずらすのはあんま得策じゃないんじゃないかな。ああそっか、うん、進まないからね。そうだね、うん、それ結構困るんだよね、うん、でそうすると同じになっちゃうね。鏡写しになってますけど、うんうん、あ取りに来た、うん、まあこれ取らざるを得ないんで、うん、取りますよね。ただキリン強くねえかこれキリンは。あれでもさっき俺キリン持ってたっけ俺。ちょっと変わってきたかもね。変わってきたね。で結構もうねこれ手が限られてるらしいけどね、研究によると最大手が、それを知らないからこういろいろああだこうだ考えられるんだろうし、将棋やってるガチな人にとってはもう先行取ったら勝ちみたいなところがあるかもしれない、もしかしたら。じゃんけんで勝ったらもう詰んでる感じはある、この手が最大延長できるとかあるってこと、負けるにしてもさっきと違うね、でもね、違うシチュエーションになったね、すごいなこれ。連絡気にしつつね、ちょっと俺も攻めてきた、よくわかんないけど行っちゃおうかな、どんどん攻めてきた。そうすると俺はですね、これ強いんじゃんこれあ、そうくる、これ強いんじゃん、そうくる、強くないですかこれここいけない、ここいけない、そうなるとあれ？なんか俺思ってる以上にやばくないこれ。俺相当もう相当いけちゃう感じだよね。どこ行っても食いに行くよ俺。やばいなこれ。おかしいな。こっちのペースになったぞ。一瞬だな俺、どこで間違ったのか、いや多分この裸の王様をちょっと前に出したのが間違いだと思う、あららららららら、行きたいけど行けない、かといって取りに行くんだな、いやでも完全に象が仕事してないのそうなるじゃん、その後俺こうなる、そうなるでしょ、こいつはもう置いといていいんで、象が仕事しねえなこいつ、仕事できないわこれ、完全に仕事できないね。そうするとですよ、おおそうなった、これこうするといいんじゃないの、あよくねえな今間違ったかなそうするとキリンさん仕事できなかったよ、よくねえな、でも今象が加わったのも結構でかいわけ、わあマジっすかマジっすか、ちょっと待って、考えろ、そうきちゃう、ちょっと待ってあれでね、ちょっと一瞬のうちにこれ逆転してんじゃないこれ、いったんじゃないこれ、やっちゃったかなこれ、いっちゃったかもね、やっちゃったかな、いやちょっと待って、ここでライオンを追い込むとまた変わってくるかもしれない、変わってこないなやっちゃったかな、これ来たらやばいな、やばいっすねこれ、これ決まったんですね。決まりましたね、これ。もう詰まりましたね。今思ったのが、俺がこう来られたら、ちょっと俺このから先はちょっとわからなかった。ああ、そっか。俺なんかここを食われるのを警戒しちゃったんだよね。そうかそうかそうか。こうしたらまだ耐えれたのか。そうしたら、自分はこうはいけんし、キリンさんだから確かにまだもうちょいでいけないしいけないし、あ、そうだな、惜しかったな、ここか、そこだけは置かないねって思いながらやった。そうだ、ここだった。いや、なかなか見えないね。見えない。一瞬にして変わったもんね。じゃんけんだな、俺。じゃんけんだな。最初はグー、はい、しょいこでしょ、選んでいいよ、どっちがいい、どっちがいい。ちょっとなんか今までとは違う感じで、最初の一手よ。で、まあ最初の一手こうなんだよ、いつも。ちょっと将棋でもあるじゃないですか、何秒ルール。あ、何秒ルール。早打ち。早打ちか。5秒で。5秒。はい、5秒でいきましょう。じゃあ、はい、せーの、1、2、3、4 1、2、3、4。これわかんねえ。もうわかんねえ、俺。1、2、3、4 1、2、3。やばい、めちゃくちゃや、めちゃくちゃや。1、2、3、4。あ、ちょっと何やってんだ俺。でも1、2、3、4、5。1、2、3、4、1、2、3、4、5。ダメだ、ダメだ、考えつけらんだ。どこだ、もういきなり間違えた気がするの、俺。うん、いや、これ難しいね、制限時間あると。すげえ難しい。5秒。考える暇ないと難しい。無理だね、これ。うん。いや、相当濃厚なね、将棋になってるんだ、こんだけの。すごいよ、これ。少ない盤面で。はい。どうなんだろうね、これ。将棋やってる人から言うともう。じゃんけんで勝った方が勝ちみたいなのあるのかな。あるんじゃない。もう最初の1手目から、まあ勝ち確ルートと、その勝ちを遅延させるルートっていうのがあるんだよ、最前提が。じゃあもう知り尽くしてる人から見たら、もう最初のじゃんけんが全てかもしれないよね、下手したらね。そうかもしれない。そうなるともうこのゲームをプレイする意味がなくなってしまう。そうだね。でもそれでも100何手とかあったらね、もう相当ゲームとしてよくできてるよ。そろそろ分かってきたね。ここであえてちょっと思い切った感じでいこうかな。思い切ったプレー、ライオンをここまで行かせたいプレー。そうそうそう。でもやっぱ隙間を見つけた時に行く判断をする、そういうことです。まあその最初に最初こうだよねって感じのをまずちょっとぶち壊そうかと思います。なるほど。最初はグー、じゃんけんほい、はい、こっしょ、はい、こうでしょ。ごめん。なるほどね。高校だとまた変わってくるのがあるね。そうなんだよね。でも最初こうなんだよね。でそこをひよこの食い合いから始まってみようか。そういうパターンいってみようか。ひよこの食い合いから始まるパターン。まあそうなる。そうなるよね。ここでこうってありえんのかな。いや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 。でもノーリスクだもんそれ。だけどやっぱ護衛より前に出ちゃうってちょっとアブノーマルなんだよな。いやいやいや、攻めてちょっとライン上げて、現代サッカー風にちょっとライン、このよくわからない睨みを利かせる象に対そのちょっとあまりにも横の視界が悪い象さんの横に佇む。なるつもりか。なるつもりか。それやべえな。でもなったら食えばいいんだもんな。なったらこいつがいる限りは大丈夫。わかんねえな。なるほどね。あ、ならないんだ。なるほどなるほどなるほど。ちょっと待って、ちょっと待って。ならないか。まあさすがに食われるだけだもんな。そうやな。うん。でもこのゲームの何があれかっていうと、うん、取った札をすぐに使うことだと思うんですよ。そうそうだね。入れ替わり入れ替わりいくものだと思うんで、うん、変な話、こう攻めて食われるよりも、うん、攻めて食った方が自分の血肉になるような気がするんです。なるほど、はい、今思ってですね、まあこれは普通にライン上げてくよ、はい、ライン上げてくよ、はい、そこでちょっとマンツーマンで作る、うん、作りますよね。で、俺はさらなるラインを上げていくわけ。さらにラインを上げていく。そうなるとそうなると、まあ、キーパーこれすごい強い。マジかよ。めっちゃ強いよ、今俺。これ完全に握手ですよ、これ。ああ、そうなった。そうなるわね。そうなるじゃん。で、俺はここで睨みを利かせるやつがいてもいいかなみたいな、こうだな、なったの食える。そっち出してくれりゃいいのに。いやいやいやね、そうだわけ。まあそこでまあちょっと今まで暇だったキリンさんがプラッとちょっと遊んでみたり、なるほど、ちょっとバックライン整える。ああ、なるほど、そうなるか、そうなるか。ちょっと意外とこれライン上げてもだよ。上げても問題ないんだよね。そうなると、まあこの子がちょっとオフサイドを、ああ、なにもない。斜めないの。金は斜めないんですよ。まあいいや。斜め後ろはないんですよ。いい？大丈夫？はい。そうなると、ね、これは。ちょっと待ってよ。これこう来て、これこう来るわけですよ、はい、こう来る、うん、そうなるともうこうするしかないってことだよね。そうだよね、そうなるよね。いや、まずね、うん、そこは読んでるよ。いや、ここで逃げて食うよりも取った方がいいですね。取った方がいいね。私仲間がいないんで、そうすると、はい、こうなるわけですよね。なるほど。こうなるわけです。はい。そうすると、あれ？まあこう、とりあえずこうしますよね。なるほど、なるほど。そうなるとですね、こうなるんですね。これ強くないか。そうすると、まあこうしますよね。こうしますね。はい。そうするとこうしますよね。はい。そうすると、まあこうしますよね。結構防戦じゃないですか、これ。はい、いや大丈夫ですよ、まだ全然。でなるわけですよ。はい、はい、これ強い。強いぞ、これ。戻ってこい。なるほど。そうなると、はい、俺はこれでもう王手なんですよね。わかります？これこう来たら勝ちなんですよ、俺。いやいや、この子がいますもん。でもこれこう取れちゃうじゃん。あ、そっか。これでこう敵地に来たら勝つ。ああ、ダメだ。俺ちょっとこの攻撃的な勝ち方が多いな。いやー、これすげえ。シンプルだけどよく。どうなんだろうね、これでも。なんてあるって、なんか多分ネットで調べれば最大手数が、最大延長手数がある書いてある。多分これで見た人は結構握手の連続でね、バカなんじゃないのこいつらって。ああ、そういう人もいるかもしれないね。何やってんのっていう人いるかもしれない。こういうの大事だよね、この3つのお約束とか。初めと終わりにご挨拶、自分の力で考える、待ったはしない。待ったしちゃダメなのか。そうだね、もうバチンってやったら終わりなのよね。これ面白いですね。素晴らしい、シンプルな表情です。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出た